計画は完璧だった。すべて順調に進むはずだった。あの日本の小娘、レイコ・日の本が現れるまでは。そう、あの神風ローズの忘れがたみが。神風ローズ、地獄に落ちてもまだ私を煩わせるつもり？やれるもんならやってみるがいい。すぐにお前の娘たちも地獄に送ってやるさ。第2第3のレディー X としてね。誰にも邪魔はさせない。これは私のシナリオなんだから。さあ、診察の時間よ。待て！いやー！
て。素敵なボディがまた一つ。待て！
ボディがまた一つ。ボディがまた一つ。
まかり通る。素敵なボディがまた一つ。姿を現したね、イーブルローズ。いや、藤子日の本。貴様の企みは私が叩き潰す。その様子じゃ、私のこともすっかり分かってるみたいね。アナスタシアは仮の姿、その実態は優れたレスラーを凶悪な兵器へと変貌させる狂った科学者、そしてランブルローズの影のフィクサー、それがお前だ、ドクターアナスタシア。よく調べたと褒めてやるわ。でもそこまで知られたんじゃ、もうペットとして飼うわけにもいかないね。お前はお払い箱だよ。待て。
欲しいボディは全て手に入れた。もう一つ。姉さんに触るな。やっぱり現れたね、日本の子猫ちゃん。あなただけは許さない。母さんの、姉さんの仇よ。悪いけど、そうはいかないよ。お前に引っかき回されるのもここまで。これが私のシナリオ。私のシナリオはフィクションじゃなくてドキュメント。ドキュメントはハッピーエンドにならないものよ。これでコレクションはコンプリート。さあ、オペを始めるわよ。Here's a shot.